それだけはレース展望ですこの時間は10月12日木曜日の展望を行ってまいります解説は競馬ブック北の坊敦さんですどうぞよろしくお願いします今週3日間開催水曜日今日からスタートしています馬場全面の砂の入れ替えがありましてね、うんえー、今日傾向どうなるかといったところでしたけれども、うん、ちょっと時計が一列から少しかかっているかなという印象はどうですかまあそうですね、うん、そんな感じはありましたよね、えー うんただ、まあねうちも外も同じような感じかなと、さ、うんはい、しうまも来てましたしね、そんな極端な傾向はなかったですかね、フラットと見ていいのかなと思いますけど、ねうん、はいまあ、これはもう明日以降、ちょっとね、ババ乾いて、またどうなっていくのかですもんね、はいうん、そうですね、うん、で今日は笠松競馬場でね、はい、ヤング直球シリーズトライアルランド、笠松、これがもう最終戦だったわけなんですけれども。うん えー、長尾タスク除菌今ちょうどコーチにね、はい、探検生してますけども二着発着というところでまあ二着のポイントが大きくて、うん、え総合2位に入りましてね、うん、見事ファイナル進出しし、ね、よかったねよかったよかったこれはね本当ね,ね,、うん、んね道中インで我慢して直線外に出して最後縫うようにね伸びてきて、うん、ギリギリ二着というね、えー、感じでしたけどもいい気情でしたまあ逆に、ね、は 1位がそうですね、モハマー・ナオミ騎手ですねで残念ながら山本や太蔵騎手がね4位にいたんですけども今回騎乗なくまあ抜かれて最後6位でフィニッシュということでねこれだけはしょうがないからねそうですね去年はあの大山龍太郎騎手がファイナル準優勝でしたからね同期の長尾ジョッキには頑張ってもらいたいところですねさそれでは明日の展望へと参りましょう 明日木曜日は、重賞レース、新設重賞、二歳戦のネクストスター・園田がメインに組まれています。十レースとともに展望いたします。まずは十一レース、第一回、ネクストスター・園田です。千四百メートル戦、急頭立て。ちょっと最近、重賞、なかなかフルゲートならないんですけどもね。うん、そんな中でもメンバー揃いましたよ。そうですよね。うん うんあの揃わない原因は私は分かってますここでは言いませんけどもねそうですかまあちょっと時間もないんでねまあメンバー揃ってますねあのいいメンバーになりましたねはいまあ特にマミエミ桃太郎がね三戦三勝十勝連勝中でここもまた出てきたことでねうん面白くなりましたねまあでもこの馬にとってはね発芽が多いんでねはいやっぱりちょっといわば少年バになるのかなという感じはありますよねで印はこう入りましたまあそれでもマミエミモモタロウ本名ですよねうん やっぱり、ね、この馬、非常に、ね、賢いというか、ねはい、うん余計なところで力を発揮しないんですよね、えー、それが非常にいいところだと思うんですよ、はい、でもレースになったらきっちりどんな競馬もできますからね、うん、これは一番有利な材料だなと思ってます、はい、とてもセンスのいい馬でねいやそうなんですよね朝の調、ね、教前後の運動とかも見るんですけどもね。はい おとなしいんですよねだから本当変なところでテンションも上がらない、うん、力みもないーーそれが非常にいいんでしょうね、はい、レースでで全力投球という馬ですね、はい、で対抗評価5番のクラウドノイズですあの8月のジュベナルカップのと、ねえー、まは逃げて大敗だったんですがその後、連勝。うん いろんな距離買ってきまして、そうなんです、ね。その千四年逃げ切り走でしたよね、うん。だからこの時はね、あのスタートごで踏みましたからね。はい、まあそれがまあを引いたんですけども、うん、その後八百千二千四と対照ですからね。で前回の千四がまあ強かったこと。一分三十一秒一という時計も優秀ですもんね。うん、まあ五十二キロのね恩恵というのはあったんですけどもね、はい、それにしても強かったですもんね。うん、この馬のスピードここにきてなんか驚異的になってきましたね。はい。 明日も行けるなら逃げたいといとう話をね坂本でしょうね,坂本ねだからまあ今度はたたき2走目なんで大丈夫はな辺りもね、うんはい、ちょっと張り込んでいくと思うんで、えー、まあどういう花争いになるのかそこがポイントにはなってくるんですけどもね、はい、まあこの間の感じからやったらこの5番の花なのかなという気もしますよね。うんはい 3番手、評価は9番の丸カ・イグアス、まあ、キャリア一戦でね、えー、この中では一番キャリア浅いんですけどもただ走勝ちっぷりもいいし時計もいいしね、はい、32秒台でしょ、三、うん、ミミモ桃太郎がシンバ勝った時はは34秒台ですからねま、まあ、バアバ差はあるんですけども<ー>それよりも早いんですからねこのまあ一戦のキャリアだけですけども、はい、センスありますんで。うん 全然勝ってもおかしくないのかなと、はい、そういう思いはありますよねデビュー戦で砂かぶりながらねアナレスができるんですよね、うん、そうですよそれとこの時の二着馬が先週楽勝でしょプリムロゼそうなんですよで、ね、だからねこの時のレベルは相当高かったなと私は見てますね四、えーはい、番手が七番東京勝ったらこれまた二戦二勝でねいい素質の馬ですよね,ね決め足勝負になった時にはね、はい、やっぱり一番この馬が怖いというか、うん、不気味さ漂いますよね、えー 牝馬なんですけれども非常に癒し足を持っている上がり最速で切れますんでね楽しみですよ今回、田中ジョッキー丸カイグアスで赤岡ジョッキーをね愛しているということねあとは1番大ョバなイと3番スタビライザー大丈夫な内は2走目ですからね順調に体も絞れてきた気合も入ってきた前回以上のパフォーマンスは可能だと思いますねあとスタビライザーこれはレース上手ですからね崩れることはないんじゃないかなと思っています。 えー、ジュニアじゃないあのー、ジュベナルカップね四着で、はいえー、若小馬勝二着と重賞でもねまずまずのレースをしてきたというね、うんえー、スタービライザーまで抑えるということです。ではフォーカス見ておきましょう。埋まった八番マミエミーモモタ頭勝負ということですね。はい、まあいい枠渡りましたからね。えー、それと追い切ルもよかったんでまあここから行きたいです。はい、今回は行きたいまいかせて行為というで。ですよね三四バッテでしょう。うん、うん、まあそれでいいと思いますよ。はい。 1> 第1回ネクストスター園田明日の4時15分スタートとなっています。さあ。あそれでは。10レースの展望です。b1b2 混合戦です。b16 と b25 頭となっています。820メートル線印後輩にいました。本命は9番の名称オリジンということで。まあこの距離実績もあるまで、最近ずっと好調でね。うん。 前走昇級戦でも B1 相手に2着と頑張りましたそうですよ、ね、で前走の、ね、走った馬、上位5頭が再戦なんですよね、はいでまあ、名勝利陣の場合は2着だったんですけども、うん、スピード、センスはこの馬、一番ですからね、はい、まあ逃げ切りまで十分あると <A> そう見ますね、はい、で7番、アイアンフラワー対抗評価となりました、うん、同じレースの3着馬ですね。そうですね とにかく上位ごとが首首首首の勝負でしたんでね、はい、まあ全く差はないと見ていいんですけどもこのアイアンフラワーはねまあ、今までちょっと平凡な走りだったんですけども、はい、前走でなんか吹っ切れたのかなと、ええ、そういう感じはしましたねあの内容的に非常に良かったと思います、はい、で黒三角が4番ポッドヘイローその同じレースのカチュマではあるんですが今回金量58になるというね、うん、そこだけなんですよね、えー えーまあ、自身としては58、そんなに、ね、影響ないんじゃないのかなという感じもするんですけども、はい、ただスタートダッシュね、1>, うん、1キロ持ったことでこのヒトハロンの加速力、そこがどうなっていくのか、はい、ポイントですよね内目の枠ですので前入られるとちょっと厳しいポジションになる可能性も,ありますもんね,んですねで4番手、評価5番のガレット・ジョーカーということでこちらはまあその同じレースですけども5着馬ですね。うん 外回りになりましたんでねちょっとロスがあったんですよね、はい、その分の差だったかなと思うんでうまいこと立ち回ってくれれば、うん、この差は詰まるとそう見ますね、はい、あと白三角2頭、2番ポケットロケット2番はね、まあ、阪神の戦にで二2勝ですからね、はい、まあスピードありそうなんでこので820で変わってどうなるのか、うん、まあその辺見てみたいですよねクラスもね A2 から B1 に下がって、はい、でこの距離初めてということになります。うん で八番うさぎのダンスが先ほどから出ているレースの四着馬ということですね、はい。この時の上がりが一番良かったはこの馬なんですよね、はいえー。まあ前回よりも1キロ増の53キロになるんですけども、うん、まあ一足にかける競馬でまたどこまで詰めてくれるのかその辺を見てみたいなと思います。はい。まあとにかく9月20日の レースの再戦ムードはいそうですよねプラスポケットロケットがどこまでという感じでしょうかね、はいえー、そんな中で本命は9番名将オリジンに入ったということですではフォーカス見ておきましょう、えー、ここ馬単勝負9番名勝オリジンあもうこ頭で行きますかうんあのー、まあ近量とかいろんなことを考えれば、えー、この馬が一番チャンスだろうなと思ってますはい。 花ナ和ワもこの馬と見ますですよねやっぱ早いですよ、うん、この馬ねそうですかはい、はい、そのまま逃げ切り濃厚と見ての本命そして頭勝負ということです 1> <music>、えー、第1競争スタート時刻は3時40分となっています <music>、えー、木曜日の第二競争で寺地新一、はい、調教師がねいよいよ開業初戦、うん、無事迎えるということでね 楽しみですね今週2投ですよねはい、はい、金曜日もね1投出走、うん、ということですけどもね明日2レース8番のヤングブラッド出走で手立ち厩舎開業初戦ということですどうぞご注目くださいここまで競馬ブック北野坊厚石さんの解説でしたどうもありがとうございましたありがとうございました